はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、また安いやつなんですけど、以前飲んだ麦の助っていうやつの、50% 糖質オフのやつですね。はい。確かこれ意外とうまかったんじゃなかったっけ？通常のやつは。あー、これ韓国のやつか。国のアルコール度数4%ですね。若干低い感じですね。まあいいや。これだいぶ前に買った気がするんだけど。大丈夫だ。で、今回ね、つまみは、こちら。納豆味という激レアのやつが100均で売ってたんで。100均でね、12本で100円、105円だったんで、大量に買ってきたんですけど。これね、納豆味美味しいんですよ。ただ若干昔の時の方がうまかったかな。昔のバージョンの方がうまかったっすね。ちょっとこの納豆味は。じゃあ、いただきたいと思います。まあ、多分、基本的に糖質オフのやつは、大体俺の感覚で言うとまずいんで。唯一うまかったのって言ったら、グリーンラベルとか、そこら辺じゃねえかな。じゃあ、乾杯。薄い。見るからに薄い。薄いですね。原材料に発泡酒とスピリッツ、かっこ大麦って書いてあります。発泡酒？ちょっと怪しいですね。発泡酒と大麦、スピリッツ大麦ってことは、じゃあその発泡酒は何の原料なのかという、なんか二段構えになってるね、これね。原材料がよくわからないな。原材料に発泡酒って書かれてて、じゃあその発泡酒の原材料は何なんだよって、突っ込みたいんですけど、なんか怪しい。見るからに怪しいですね。こんな感じ。で、この納豆味の、まあ、食べたことない人結構いると思うんですけど、これね、ちゃんとこの粘り気があるんですね。口の中にこう。なんか、ちょっとぬるぬるっとした、なんかオクラみたいな、粘りが。これちゃんと、再現してる。たださすがに糸は引かないんですけどね。糸引いたらすごいんですけど。そういえば、全く関係ないんですけど、納豆菌って、まあ、納豆の菌なんですけど、納豆菌ってね、実は超強力でですね、かなり強力らしいんです、これ。納豆菌っていうのは。なので、これがですね、そもそも納豆っていうのはなぜ
カビないのか。カビないのかというか、まあ、いわゆる腐らないというか、なんていうんですかね。納豆って基本カビないんですよ。基本的にね。なぜかっていうと、この納豆菌がですね、そのカビの菌の、いわゆる生える場所をすべて覆い尽くすんで、強力すぎて。うん。で、その、部分の、まあ、いわゆる栄養素みたいなのをもう全部奪っちゃうわけですね。もう独占しちゃうから。だから、納豆っていうのはカビない。で、さらに、ここで小ネタですが、納豆って、てか納豆菌が強力すぎるので、当然、菌に関する仕事についてる人は納豆を食わないんですよ。菌に関する仕事っていうのは具体的に何かっていうと、麹師です。日本酒。日本酒の、作る人。日本酒とかって、麹から作りますよ。まあ、いわゆる発酵させるわけです。ね。米を発酵させて作るわけだから。その発酵させるところに納豆菌が入ったら、非常に大変な、まずいことになる。強力すぎて、もう全部、まあ、菌が死んじゃうわけですね。麹。うん。なので、納豆は食わないらしい。納豆菌でググった結果、このような記述がありました。もしあなたが納豆菌のことを納豆作りのために必要なだけの貧弱な菌だと考えているなら、それは納豆菌のことを見くびっていると言わざるを得ない。納豆そのものや納豆菌から生産される納豆キナーゼが、健康増進作用を持つと、なんとか団体や、テレビ局によって持ち上げられることがある。だがこれは納豆菌たちが画策した印象操作に過ぎない。簡単に言うと、要約するとですね、栄養源なしで100万年以上生きると推測されている。100度で煮沸しても死なない。人間の致死量のおよそ3000倍のガンマ線量を停車されても生き残る。紫外線にも強い。超真空にも耐えられるらしいです。らしいですね。うん。納豆菌のウィキペディアを見ると、
まあ、難しいことが書いてありますが、簡単に言うと、納豆菌の、によって、納豆菌以外の、菌を抑制できると。結局ね。うん。うん。納豆菌が農作物の葉や花などに付着し、納豆菌以外の細菌類を、の住みかあるいはその栄養源を占有することにより、病原体の繁殖そのものを抑制させ、廃食カビ病や、うどんこ病、いもち病などの植物病害から農作物を守るということができると。やべえ。俺ちなみに納豆大好きなんですけど。納豆にネギを入れたり、大好き。納豆にネギを入れてネギ納豆にして、うほほーみたいな感じ。うん。大好き。あのうまさは、マジで、外人にはわからん。もうね、普通に食いたい。まあ、ご飯にかけて食ってもいいんだけど、普通にね、うん。まあ、でもあれか。普通に食った方が、普通に食うよか、あれか。ね。ご飯にかけて食った方がいいか。え、納豆菌なんて売ってんの ?3 グラム入り。納豆菌のみご用。ご入り用の方に納豆菌 3g 630円だって。安っ。うまいか。納豆菌 3g で大豆 5kg をの、納豆にすることができますだって。すげえな。付属の計量スプーンで必要な量を測り取って、滅菌水、過去5分程度煮沸させ、冷ました水に溶かしてお使いください。はぁ、あ。すんげえな。楽天に普通に売ってんだけど。どんだけだよ。すごいですね。でもさ、これ 3g 使うんだったらさ、普通にさ、大豆にさ、あの納豆を入れてさ、納豆100円で買ってきて、それ入れてさ、ほっとけばいいんちゃう。違う。俺、あれで見たけど、テレビでさ、なんだっけ、いきなり黄金伝説でさ、見たけどさ、あれ、納豆って、大豆に納豆入れるだけでできるでしょ。いわゆる倍倍ゲームみたいに増えてくる。納豆の作り方でググってみると。あれ?そうでもないのか。やっぱ納豆菌使ってますね。あら。ちょっと待った。あ、やっぱり市販の納豆を利用する方法があるみたいですね。で、納豆を作るので、めんどくさいのが40度くらいに保温すること。なるほど。
すげえ。うわぁ。納豆食いたくなってきた。自家製納豆を40度に保温しながら、いや、めんどくさいですよね。だからなんか、関係ないけど、いきなり黄金伝説だと、保温すんのが、あれだからって言って、腹につけて、腹につけて、やってました。腹の体温で温めてましたね。それが普通にやった方がいいわ。めんどくせえ。普通に買った方がいい。電気を切ったこたつの中に一晩入れておく。とか、ビニールでしっかり包み、お風呂のお湯に浮かべておく。ホットカーペットを利用する。ああ。発酵のための適温は38度から40度。で、20時間保温するか。これは大変ですね。これは、大変だ。こんな手間するんだったら普通に納豆買った方がいいわ。絶対。あ、俺ちなみにね、納豆の食べ方ってね、いろいろあると思うんですけど、個人的に一番うまいやり方は、やっぱり、まず、醤油を入れずに、まずかき混ぜる。その状態のまま100回。まず100回かき混ぜます。で、醤油を入れます。またこうかき混ぜます。ある程度。ですね。もしくは醤油と同時に、ネギを加えて、ある程度こう、その醤油の味が行き渡るように、軽く混ぜて終わりですね。まず、醤油入れる前に、100回かき混ぜるのが俺の中の、マイブーム。ですね。納豆は本当に美味しいですよね。麦の助ハーフは、三つ星だな。それではご視聴ありがとうございました。